ジャサルディア、またはサンセバスティアン国際ジャズフェスティバルはスペインサンセバスティアンで開催されるジャズフェスティバル。毎年7月第3週に5日間にわたって行われる。正式名称はスポンサーのハイネケンを冠したハイネケンジャサルディア。主催はサンセバスティアン市。公演はバスク州政府とギプスコア県政府。現在のディレクターはミゲル・マルティン。 ビスケー湾に面したサンセバスティアンは19世紀、後半から国際的な観光リゾート地としての性格を帯びるようになり、風光明けみな景観、歴史性、バスク料理の美食文化などが観光客の注目を集めていた。さらなる国内外での注目度向上のために1953年にはサンセバスティアン国際映画祭が初開催され、1966年に サンセバスティアン国際ジャズフェスティバルが初開催された。ジャサルディアはスペイン最古のジャズフェスティバルであり、ヨーロッパでも最も歴史のあるジャズフェスティバルの一つである。ヨーロッパ最古のジャズフェスティバルは南フランスのアンティーブで開催されるジャズアジュアンであるとされ、ジャサルディアと同じ1966年にはスイスのモントルーでモントルージャズフェスティバルが初開催されている。 同じバスク地方では、サンセバスティアン国際ジャズフェスティバルの直前の7月、前半にビトリアガステースでも、国際ジャズフェスティバルが開催されている。1966年9月10日と11日に、ジャサルディアが初開催された。1967年には開催時期が7月に変更され、今日に至っている。当初のジャサルディアは、アマチュアグループのための国際コンテストであり、 プロはミッキー・ベイカーだけだった。フェスティバルのメイン会場には、防壁の解体から100年を記念して1963年に、建築家のペーニャ・ガンチェギによって築かれたトリニダ広場が選ばれた。この広場は、旧市街の心臓部にあたり、サンテルモ博物館、サンタ・マリア大聖堂、モンテ、ウルグル、情緒ある建造物に挟まれた魅力的な広場である。 トリニダ広場はジャサルディアの真髄を具現化しており、アーティストと監修の距離がとても近かったが、1970年代中頃には、ジャズ界の重鎮がジャサルディアでパフォーマンスを行うようになり、より広い場所が必要となったため、メイン会場がベロドロームやスポーツアリーナに移った。この頃までは、メインストリームやトラディショナルな様式のジャズやブルースを試行し、見ると、 バックナー、ジョージョーンズ、キャブ・キャロウェイ、ジョン・リー・フッカー、マディ・ウォーターズなどのアーティストを迎えた。1974年と1977年には、チャールズ・ミンガスが記憶に残るパフォーマンスを見せてからは、現代的なプログラムに修正された。1980年代や1990年代の、スペインではジャサルディアへの関心が高まり、1981年に、 ベロドロームで行われたチックコリアのコンサートは1万5000人の監修を集めたが、この時期には各地で類似の音楽祭が行われるようになり、年月の経過とともに監修の数が減少した。1992年、主催者はフェスティバル発祥の地であるトリニダ広場に戻る決定を下し、ベロドロームを会場から外した。 サンセバスティアン市街地に点在する12会場で、計100ステージが行われる。有料のコンサートと無料のコンサートがあるが、サンセバスティアン市、ギプスコア県政府、バスク州政府から資金援助を受けているため、著名アーティストの有料のコンサートでもチケットは、破格地である。室内で行われるコンサートと屋外で行われるコンサートがある。ラスリオーラ海岸で行われるコンサートや、 クルサール国際会議場、公会堂のテラスで行われるコンサートが一番人気である。2013年は約15万5000人の聴衆を集めた。会場は、トリニダ広場、クルサール国際会議場、公会堂のホールとテラス、ビクトリア・エウヘニア劇場、ビクトリア・エウヘニアクラブ、サンテルモ博物館、ラスリオーラ海岸、コカ・コーラ広場、クラブ・ナウティコ、アルチェリ・ジャズ・クラブ、 エウレカ科学博物館、バスク料理センターなどである。クルサールとグリーンステージ海岸でコンサートを楽しむ観客とクルサール鳥にだ広場は旧市街の心臓部にあり、1966年の初開催以来ジャサルディアの中心地である。サンタマリア大聖堂とサンテールモ博物館に挟まれた鳥にだ広場では何人ものジャズ界の大物がパフォーマンスを行ってきた。 クルサールのメインホールは1800座席であり、大規模なオーケストラなどにも使用できるが、独創会には最もふさわしい。イタリアンスタイルのビクトリア・エウヘニア劇場は2001年から2007年に修復作業が行われ、2012年に会場100周年を迎えた。座席数は888席に削減され、アーティストと観客席との間に一体感を生んでいる。 劇場にはジャサルディアの本部が置かれている。ジャズクラブのビクトリア・エウヘニアクラブは約150人を収容。16世紀に建設されたサンテールモ博物館はサンセバスティアン最古の建築物の一つであり、修復と増築工事後の2011年に再開館した。浜辺のグリーンステージは若い観客に最も人気があり、観客数には制限がない。 このステージのコンサートは無料で行われ、砂浜は毎晩多くの観客でごった返す。2006年のボブ・ディランのコンサートは8万3千人を集め、2013年のジェイミー・カラムのコンサートは5万人を集め、2011年の BB ・キングのコンサートは4万1千人を集め、2010年のパッティ・スミスのコンサートは2万人を集め、2008年のボビー・マクファーリンと、 オルフェオンドノスティアラのコンサートは1万8000人を集めた。フリゴスペースは海に面したクルサールのテラスの一つであり、様々な年代向けの様々なプログラムが組まれている。19時以降のフリゴスペースは無料となる。ハイネケンテラスはラスリオラ海岸を眺められるクルサールのテラスの一つであり、人工芝に座ったり寝そべったりしてカジュアルな雰囲気でコンサートを楽しむことができる。 ラスリオラ海岸やクルサールのテラスに隣接したラスリオラ広場には、新進経営のアーティストのためのコカ・コーラスペースがある。ラ・コンチャ海岸や港から近いクラブナウキコのテラスは、最も絵になる場所の一つであり、夕日が美しい。ゆったりとしたプログラムが組まれ、夕方から明け方までアーティストと観客の距離感が近い、コンサートが行われる。 老舗のアルチェリジャズクラブでは一年中、ジャズコンサートが行われているが、ジャサルディア中には、真夜中に、コンサートが行われる。エウレカ科学博物館ではイメージを加えたコンサートが、開催される。2011年には、モンドラゴン大学の一施設である、バスク料理センターが竣工し、ジャサルディアで最も新しいステージとなった。1994年以降、 フェスティバル中に結出したパフォーマンスを見せた人物に対してジャサルディア賞が与えられている。この賞はそのアーティストのジャズ界への貢献としたの、世代のミュージシャンへの影響を認めて与えられるものである。初回の1994年にはドクチータムが受賞した。2003年にはベボバルですがアメリカ合衆国以外のアーティストとして初受賞し、2004年には シャーリー・ホーンが女性として初受賞した。2014年には、秋吉敏子が日本人初受賞者、二人目の女性受賞者となった。ありがとうございます。